突然ですが、皆さんは神を信じますか？僕は基本的に都合のいい時にだけ神様、仏様とお願いをするタイプなので、だからまあどちらかといえばそういう超常的存在を心の内では信じているのかもしれません。ただ入るだけで願い事が叶えられて幸せになれるんだって、だから丹野くんも絶対始めた方がいいよ、絶対にいいことあるから、だとかそういう文句で勧誘してくる類の宗教には知り合いが2人ほど引っかかり、今では2人とも音信不通なので、正直クソ。というわけで今回はカルト・オブ・ザ・ラムで理想のカルト教団を立ち上げ世界を席巻していきたいと思います。このゲーム、Steam の NEXT FEST にて取り上げられていて、これからプレイするのはデモ版、正式版は8月11日発売ということなんですが、ビジュアルとゲームの世界観が自分好みだったため、僕はもうすでに予約購入済みです。では、やっていきましょう。カルト・オブ・ザ・ラム。いいですね。この羊くんの、羊だよね、これね。羊くんの何とも言えないこの可愛い絵柄なんだけど、もうこの羊くんが不幸になる未来しか見えないようなね、この不穏な雰囲気漂っております。では、やっていきましょう。いきなり不穏な、これもう動かせるのかな？動かせますね。これはあれですね、後ろ手を鎖でつながれている感じですかね。怒られました。あ、ダメですか。すいません、こっちに行くしかないみたいです。あ、いいっすね、好きっす、この冒頭のねシーンでクレジットが入るやつ。ゴッドハンドの方々ですか？なんか邪悪な神って感じがしますね。あー、すいません。君は、なんだ？いいっすね、すいません。もうなんか名状しがたきって、なんか感じがしていいですね。特に喋ってはくれないみたいですが。ひざまずいて見栄となる、そんな未来しかないようです、この羊くんには。では見栄になります。こやつが最後の生き残りだな。他の子羊どもはすでに全員斬首済みだ。あや、この二重によって予言が実現する可能性は完全に消滅する。鎖に縛られたあの異端者も未来永劫囚われの身となるだろう。そして古き信仰は守られるのだ。なんか古き神々ってことなんですかね、この4人は。あ、泣いてる、かわいそう。なんだここは、知らない天井だ。なんかおるね。なんかやっべえのが縛られてる気がするよ。この手前の2人は何なんでしょうか。何、猫ちゃん目3つない？待ち受けしも、そう怖がるでない。お前は確かに死んだ身だが、我にはまだお前が必要なのだな。
あの愚かな司教殿はお前を殺せば我と出会うことがないと考えていたようだが、こちらとしてはむしろ好都合だ。お前に再びの命をやろう。もちろん代償は払ってもらうがな。悪いやつですね。我が名のもとに教団を始めよう。やってくれるな。ああ、断る選択肢ないやつね。ではではでは、仰せのままに。ドン。お？なんやこれ。ジョン。ピカン。スリザリーン。カルトオブザラム。はい。お、復活。復活しました。あ、え？なんだこのえ？いきなり戦闘。B で回避。X で攻撃。これはなんだ？あ。あ、上の帽子がね、武器になってんのね。はい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 、はいはい、B で攻撃をさせる。はいはい、あ、強い。粉々にできるの。なるほど、なるほど、アウト。なるほど、草も枯れる。あ、壊せる。大体壊せる。壊せないものもある。なるほど。こういうの見ると全部なんか壊したくなりますよね。壊せるものは。これは得意ない。ああ、なるほど。こう進んでいく。なるほど。順々にクリアしていけと。なるほど。の、なんだ君は。ネズム。わしはお主の敵ではない。わしの名はネズム。かつてはお主と同じ選ばれた器だった。なるほど。お主を導けとご命令でな。ここは非常に危険な古き信仰の地だ。わしがお主を導いてやろう。このまま森の中を進むといい。わしは常に近くで見守っておるぞ。なるほど。潜っていかれました。壊せちゃった。いいのか。あの人の住処だったんじゃないのか。このひょん。お、来た。戦闘じゃい。うい、あ、そこなった。痛い。これライフ的なものはないんですか。イベントリーを開く。あ、はいはいはい、なるほどね。開いて持ち物を確認する。なんかこれで勝ったからつってないから材料が集まったりするわけではなさそう。よいしょ。うい、痛い。うい。はいはいはい、なるほどね。うい。やばい。いきなり敵登場するの怖えな。はいはいはい。なるほど。やっぱり進んでいくと。えい。怖。痛い。結構難易度高くない？これライフないんかな。なんか回復するわけだな。あ、はい、これで終わりね。これは何ですか。何の印ですか。これは剣のマーク、人のマーク、何なんでしょうか。おう、ボスだばっ。あれを見よ、哀れな魂が生贄にされと、されようとしている。あやつを助けるのだ。さすればあやつはお主の教団に入らざるを得なくなる。ああ、偉大なる古き信仰の司教よ、この贄を受け取りたまえ。誰だ、
我らの聖地に足を踏み入れ儀式を邪魔する愚か者め。はい、戦闘。あら、牛かなこれ。同族に狙われていたの。泣いてる、かわいそう。泣かせとこうかな。助けてあげましょうね。え？え？え？助けたの今。どう考えてもなんか生贄的な感じにしてません？いいの？特に何もせず。もう次に進んでいいのかな。また出た。ここまで来れば安全だ。よく成し遂げたな。赤き王冠を持つ者はこの陣を使い陶器地へと一瞬で転移することができる。赤き王冠、この上に乗っかってる目ん玉かな。この陣は廃墟と化した遺跡に通じている。そこがお主の教団の始まりの地だと。なるほど。そこでまた。はい。潜っていかれました。ああ、なるほど。これで戻る。これは特に何もなし。じゃあ戻りましょう。うん。異教の者たちを粛清したと。はい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 。なるほどね。タイムとか出て。なるほどなるほど。じゃあ続けて。うん。じゃあまだ進めない。いやー、この点ね、アクションアドベンチャーっていうんですかね、結構好きなんですけど、キャラクターはポップだけどテーマはダークというかね。ハッピーツリーフレンズとかザ・シンプソンズとかサウスパークとかウサビッチ、ポピーザ・パフォーマーなんかをね見て育った僕の大好物ですね、こういう世界観。さてさて、この空き地は全てお主のものだ。このボロボロの遺跡がお主の教団の本拠地となるのだよ。やることは多いぞ。まずはこの哀れな魂を強化することから始めようか。哀れな魂。信者は資源を集めてくる。木材か石を集めるようこやつに指示してみるといい。マイクラかな。おお、いた、生きていた。よかったよ。君、虚空に消えたのかと思ったわ。教団に加える。はい。だからバヤの。なんか言っとる。あなたの教団に入れてください。あなたに従いますから。何でもしますから。おお、何でもするって言ったね。ほう、ああ、なるほど。ああ、名前をランダムで変えることもできるし、あ、なんだ、設定もできるのか。なるほどね。じゃあ。松坂牛だよねこいつね。見た目を選ぼう。あー、なるほど。あー、まあこれがアンロックされていくといろいろこう動物が追加されていくのか。なるほどね。なるほどなるほど。でもこれあれですよね、どうせ、あー、でもどうなんだろうな。まあいろんな動物を加えていくということですね。なるほどなるほど。で、色を選ぼう。色、まあまあまあいいんじゃないですか、普通の。あ、ちょっとこっちの方が普通牛っぽいですね、はい。で、種類を選ぼう。あー、なるほどね。なるほど。これは何なんですか。あ、あー、なんか花輪がついてる。いやー、でもどうなんだろうね。やっぱりさ、これからこう神道をこう勧誘していかなきゃいけないわけでしょ。そうなった時にさ、第一印象というか、こう初対面の時にいきなりこいつ出てきたらさ、あ、やばい人だって思うじゃん。やっぱね、見栄えは普通の方がいいんだよね。そっちの方がこう、なんだろう、
心を開いてくれそうじゃない？で、あ、これもランダムで決めることができますよと。で、特性。ほう。ほう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 。これは、なんか選択をして変えれるもんでもないから、あれなのかな？ああ、ランダムっぽいですね、この特性については。なるほど。信者を加えるたびに、なんかこの追加されるんですね、ここにね。ではでは、これで決定していきたいと思います。おお、衣類も支給されると。で、あ、なるほど、指示をすることができる。まあ、マイクラでも何でも、まず木材からでしょ。集めたまえ。我らが教団は大きく成長するだろう。だが信者には元気の源、すなわち食事が必要だ。うん、食事は何が何でも必要ですね。必要な資源を集め、調理用焚き火を作るといい。それを使えば料理を作ることが可能だ。ああ、なるほど。じゃあまず木材を集める。もう信者が切ってますね。じゃあ自分も、ああ、なるほど、これで木材集めましょう。はいはい、木材はこれで OK。 で、石はどうしたらいいの？あ、これこれめっちゃ時間かかるっぽくない？なんか大きさによって変わるけど、あー、なるほど。あ、あともう一個かな。うん、OK。 そしたら調理用焚き火を作る。どこで？これか。建築する調理用焚き火。まあなんかあれですよね、使用頻度は高そうな設備だから、多分入り口近くにあった方が便利な気がする。ここに作りましょう。あ、これでできるわけじゃなく、あー、なるほど。あ、これでできた、できた、できた。はい、よいしょ。ベリーを集めて料理を作ると。はいはい、ベリーだった。うん、なんかベリーの種も手に入ってますね。うんうん、でここで料理をすると。はいはい、選択して料理をする。お、あー、このバーの緑色の部分で止めるとちゃんといい品質のものができる。そんな感じなんですね。次は祭壇を作らねば。だがまずはその前に信者と金貨を集める必要がある。古く信仰の地にて異端者を粛清することでその両方を得られるだろう。わしら二人の恩人である待ち受けし者は4人の古き信仰の司教によって囚われの身となった。このあれですかね、古き信仰の司教が、冒頭のゴッドハンドですかね。はいはい。だ、待ち受けし者っていうのが、この黒いというか赤い王冠ですか、をくれた人ですかね、猫ちゃん。で、それぞれの司教は、かの御方を陶吉へと縛る鎖を守っている。うん。だが、奴らの領域へとつながる道は開かれた。彼の御方を解放するため、奴らを探し出して殺すことがお主の役目だ。さあ行くのだ。金貨、そして信者となる意欲がある者を探せ。意欲がなき者は力ずくで排除せよと。なるほど。宗教やるにも金がかかるんですね、最初は。なるほど、なるほど。これまだなんか他に作れたりとかしないのかな。あー、なるほど。これを作るのに、あれだ、金貨が必要だと。はいはいはい、わかりました。お、なるほど。この信者くんがね、自分が冒険に出ている間も材料を集めておいてですね、ありがてえな。行きましょうか。もう、なんじゃこれ。うん。うん、ここに行くんだね。他の扉は？開かない。あ、はい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 。8分の1。これは、うちの信者を8人、これが6人。信者を集めないと、この扉を開
開くことができないって感じなんですよね、多分。ああ、なるほど、これが縛られている鎖。なるほど、これが神々を殺すことで溶けていくって感じなんですかね。ここは、ここは神なる血が流された地なり、ここは死が待つことを望まなかった地なり。はい、そうですか。じゃあ開けましょう、夜闇の森ですかね。おー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 おお、ああ信者の何がしかが吸い込まれていく。ふんふんって言って信者が消えていきました。さあ、じゃあ行きますか。まああれなんですよね、デモ版がどこまでできるのか分かりませんが、できるところまでやっていきたいですね。お、はいはいはい、ここでやっとなんかハートらしきものが追加されましたね、リンクのような。なるほど、死神の一戦、破壊力抜群の近接攻撃、チャージすると威力がさらに高まる。そうです、ん、呪い発動、呪い発動、あ、はい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 、スキル技みたい。おお、すげえ。あー、なるほど、この先司教霊神の地なり、古き信仰に逆らう者、破滅の運命をたどる。これ武器、これは武器か、なるほど。ほう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 、で今技を使ったから左上のなんかゲージみたいなものが1個減ってんだ。これで3。うん、なるほど、スキルを使うにはこのゲージが必要だと、1個消費だと。なるほど、ね、えいえい、いきなり、いきなり戦闘きついっす。あんな襲いかかってくんの勘弁してくんないですか、ね、はいはいはい。おお、おお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 お、なんすか、ああ、ああ、レッドハンド、レイシー、これはどういうことだ。他の子羊同様、貴様は殺したはず。だが貴様は頑固にも我が目の前に存在している。その王冠は奴の力、まさか。だが我は強い、尻尾を巻いて逃げるのだな、哀れな子羊よ。お疲れ様です。どっち行こうかな、左から行こう。なんだこりゃ、やめてー、やめちくり、やめちくり、やめちくり。ほう、なるほど、お金がもりもり集まる。あ、で今あれか、草を買ったら草を取得した、拾った。なんだこれ、草を拾えるようになってる。君は何だい、クラウネック。子羊をたたえよ、かの子羊は大いなる力を授かり、囚われの待ち受けし者を解放するだろう、はい、かつて何千年も前にカードが示した言葉だ、もしくは未来の出来事だった。私はそなたに何枚ものカードを引かせてきたのだよ、子羊。だが同時に今回が初めてでもある。なんすか、ループのですか。このカードを引くがいい、出会うたびに1枚カードを引かせてやろう。選ばれたカードはそなたに力を与える。どのような力かと、それは基地であり未知だ。真実はカードのみぞ知る。ゴン、ほう、なるほど、なるほど、ハート1個か、半分ハートを追加で獲得する。とりあえず回復しとこうか。めっちゃ巻き舌やん。ここはこれで終わり。痛い、ビーン、ビーン、
自然のネックレス。美しさとは身につけたものの目に宿るものだ。信者が集める素材の量が。へえ。なるほど。これは？おお、これは持ってるだけで効果があるのかな。へえ。行きましょうか。おお、なんじゃこりゃ。なんだね、この分岐の数は。どうしたらいいんだね。どうしようか。この先の分岐のこのマークはいまいちよくわからんけども、はてな。お、なんだ君は。不運なる霊視、五中の最年少、祖が失いしはメナリー、短気なるヘケと、彼女の喉はかき切られたり、頭からもぎ取られるは臆病なるカラマールの耳、そしてシャムラ、五中の中で最も賢き者であった、頭蓋骨が削られるまでは、悪を見ず、悪を語らず、悪を聞かず、悪を考えず、どれも待ち受けし者によるものだ。はあ、なんか意味深なことを言って泣かれてしまった。なんだこれだけか。あ、これだけでしたね。はい、次行きましょう。レッドハートを失う代わりにヤミシ心臓を得る。なんなんですか、ヤミシ心臓なんでござる。この回復する手段を早いうちに何とかしたいですね。あ、なんかハート、回復したのかな。宝箱からハートが出る可能性もあるから。あれ、いけるんだ。何これ。体内の敵をノックバックしダメージを与える。有毒なる探検2。おう、なるほど。これはまあ装備して得しかないんじゃない。あ、でも範囲が短くなるのか。あ、なんかもう一個消えたな。どっちかしか選択できなかったけ。なるほどね。でもどうなんだろう。範囲がなー。まあ、いっか。出てきましょう。技の出だしが早いのはありがたい。おう。カード屋さん。そうだねー。回復できるっぽいような、こっちの方がいいかな。はい、よいしょ。おう、うい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 。なんか毒くらってる。このさ、この落ちてるこのリサイクル。ああなるほど。金貨に変えるのに使わなくなった武器はリサイクル。はい、クリア。おう、王冠の噴水、水が静かに流れ出る噴水。あー、なるほど。あ、はい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 。あの、自分の拠点に建築することができるやつのレシピってことか。なるほどなるほど。はい、これ別ルートは今からは選択できないんだ。なるほど。じゃあ一回そのルートを選択したらそれっきりってことね。 OK。 じゃあなんか明らかにボス臭いマークのところに行きました。さっきから技を全然使ってないよね。ういしょー。
強い。技強い。技もっと使うべきだな。いきなり、いきなりやめちくり、やめちくり。いいね、これ。技、すぐ出せるのいいな。おう。サロパンダか。そなたを取り巻く混沌の渦からこちらへと一歩踏み出すのだ。頭のてっぺんから足の突き先につ爪先まで観察させておくれ。そなたは双剣こそ小さいが永久にも思える何百年という歴史の重みを背負っているようだな。だがなんだこれは、そなたの見かけは当てにならないな。扱う主のいない武器に価値などあらず、敵を殺し誉れを守り鎖を壊す、それが武器の本懐だ。永遠の炎によって鍛えられた鉄の武器の一つ、そなたの王冠にその姿を取らせるがよい。そいつをうまく使いこなしてくれ。約束されし解放者よ。どうしようかね。近くの敵を敵を倒すことで近くの敵を攻撃する狩猟を解き放つ。なんか面白い特徴っぽいな。ちょっと見てみましょう。こんな感じなんだろう。これは基本的に一つしか取得できないんだな。なるほどね。リサイクション。さてどんな感じになるのかな。お、なんか出てきたね。攻撃、一回攻撃すると消えちゃうのね。今ありがたいな。めっちゃ数が多いですね。おっと、なんかボス部屋っぽいね。行きますか。お、なんだ、変化する系か。出たわね。よくここまで来たな、哀れな子羊よ。我が信者は我のためであれば何でもするぞ。さて、貴様の信者はどうだ。アムドゥシアス、大義のためであればこの身を捧げましょう。おお、偉大なる指導者よ。赤き王冠を破壊するのだ。変身隊。キモい、キモかわいい、やばい。ヒット&アウェイ。あら、欲張らないよ。中にファッションに身を包んでいたけれども、こんな可愛い子だったんだね。泣いてるよ。あー、でこれを強化すると、はいはいはい。ラマかな、どうか助けてください。あなたの教団に入れてください。あなたに従えますから。いいよ、クモの拒まず稼げよ。なるほど、信者のスキン。どうしようかな。石とかベリーとかはだって拠点で手に入るもんね。これでいいんじゃない。あ、なるほど、ウサギさんが手に入ったよ、死んじゃう。なるほどね。おお、めっちゃお金もらえた。ふんふんふん。で教団に戻る。あー、なるほどね。ここの多分よ、あと3つのステージをクリアすることでこの扉、多分なんすかね、途中で出てきた
松ぼっくりみたいな頭のやつのと挑戦できるみたいな。あー、なるほどなるほど。じゃあとりあえず教団に戻りますか。異教の者たちを粛清したマスコン。ほん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 、なるほどね。ノーダメージボス撃破ボーナス、へえ、そんなのがあるんだ。見つけたアイテムは 20%、 ほい、プラス 20%、 これは結構でかいんじゃないですか。お、なるほど、デモコンプリートということで、デモ版はここまでのようです。皆さんいかがでしたか。この羊くんがこの今背景にあるような画像みたいにたくさんの信徒を信者を集めていく、そしてどうなってしまうのか、あの囚われていたあの猫ちゃんは解放できるのでしょうか。いや気になるところでありますね。これバックの背景にあのゴッドハンド4体以外になんか真ん中にいるなんか存在もちょっと気になるところですが、皆様、こちらの方気に入りましたら、お気に入り登録そしてグッドボタン、していただけるとありがたいです。それではありがとうございました。あなたに甘く楽しいひとときを、カンラでした。Thank you.